はい、どうも、鈴木とります。もうダメですね、これはもう。もうカットだ、カット。もうカット、カット、カット。はい、じゃあ、コウタローバージョンで。はい。コツバージョンで。さっき、ユツは、とんでもなかったから。はい、暴走してましたね。暴走というか、もうね、台無しですよ、企画がもう。いいけど別に。ということで、ゆうなが、ゆうだったらコツもやってみてよっていうことで、コツバージョンを撮ることになりました。はい、で、4つぐらいにしようか。はい。4つ。あなたにも、まあ同じような内容だよね、携わってるから。はい。あんだけバカにしてたんだったら、自分は答えれるだろうって多分思ってるだろうからね。まあ確かに。はい。じゃあいいですか？はい。どうぞ。見ないでください。今見てました。ズルばっかやもう。ズルばっかやもう、ほんまに。はい、人生までズルってどういうことですか？はい、これでいきます。はいはいはい、せーの、じゃじゃん。お、よしよし。お、ヒグマ社長チャンネルが伸びるにはどうすればいい。おお、これちょっと聞きたいね。ああ、まあ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 、いいの引いたね。まあ、ね、しかも答えやすいの引いたね。確かに。今後の目標とかやる、こっちの答えやすいね、多分。全然。どうですか？いやー、まあでも体操系で行くじゃないですか、このチャンネルも。うん、だから他の体操系のチャンネルにはできないことって言ったら、多分圧倒的な差があるのって口座残高じゃないですか。絶対。圧倒的に違うじゃないですか。うんうん、だからもっとお金を使った他のチャンネルができない、うん、企画を組めばいいんじゃないですかね。そこ路線に行くのも。それはね、当たってるよね。いや、わかんないですけどね。うわ、当たってる。言ってたもんね。そこだよ。だって、はい、あくまでも経営者だから、うん、結構やりたいことって幅広くできるはずなのよ。そこに対して投資できるし。うん、はい。で、みんなさ、体操系、まあ、体操系以外もそうだけどさ、お金かけれない状態でギリギリでやるでしょ。だから企画も、やっぱり、しょぼくなっちゃうし。うん。ね、当たってるよね。なかなかいいこと言うじゃないですか。まあまあまあ。たまには。たまにはらしいです。乱入たまには。ちょっと答えやすかったね、これね。はい、うん、ずるいね、これね。で、ヒグマ社長チャンネル系ダメだよ。ダメだよ。自分の人生に関係ないから、あんまりこれ。ということで、クレームが入りました。これはなしで。なしで。はい。何なしって。いや、次引いたら、なんか、はい、はい、どうぞ。これで、いきます。それも。はい。ズドン。今後 YouTube どうして、ていきたい。あ、まあ、自分のチャンネルもそうだし、まあ、シダックスチャンネルもそうだし、これも答えやすいよね。そうですね、うん、YouTube 関係はちょっと答えやすさはあるんですけど、うん、いや、まあ、メインでやってるシダックスチャンネルはとりあえず100万人を目指してます。今何人やってる？今67万人ですね。まあ、なんかいつまでとかじゃなくて。髪の音がうるさいですね。自分のターンじゃないから、もうやりたい放題なんですよ、あっち。もういいや、ね、これでこれでこれでみたいな、なんか用意してっから今。ね、やっぱ自由ですね。はい、はい、で、まあ質問、まあ100万人目標はね、とりあえずね、まあみんながそこを目標するからね。そうなんで、うん、はい、まあでもその登録者ってなるよりは、うん、どっちかって言ったら僕らも楽しいんで、うん、体操を広めつつ登録者100万人、うん、っていうのをまず目標ですね。まあ、孝太郎自身がね、なんかもうつまらないことはやらない主義じゃない。まあ、そうですね。でしょ？だからまあ今撮影できてるってことは楽しんでやってるんだろうしね。はい。継続しないんで、そうだね。継続は力なりなのにね。ね、噛んだからカットしてる。バレだから。全然使いますよ、こんなの。髪の音うるせんだわ。さっきから選び終わってるやん、もう。終わった？はい。じゃあ、とりあえず目標は100万人と。はい。うん。まあ、そこしか見えてないよっていう感じかな。まあ、とりあえずは。うん。はい、OK。で、楽しく。はい。じゃあ、次の話題。ゆうなさんが指定してきました。まあ、なんとなくわかるけど。おー！ SC を始めてみてどうですかと。はい。ああ、始めてみてね。いやー、やっぱ人を雇うというのは大変ですね。いきなり棒読みなの。いきなり棒読みなの。これ狙い撃ちされてっからね、今ね。なんか、YouTube とかは、やっぱ、
自分らが出て、自分らで編集して、投稿して、うんうん、なんだろう、全部自分のせいというか、自分のおかげというか、うんうん、責任は自分にあるじゃないですか。でも、やっぱ人をその雇うってなると、うん、どんなにこっちがあれしてても、その雇った従業員が違うことをしちゃうと、教室全部が崩れちゃうじゃないですか。いや、そういうのは大変ですね、やっぱり。でも言わんとしてることはわかるけどね、あの人を使うって難しいよねっていうね、こうフランチャイズとか関係なくね、何やるにしても人を動かすのって大変よね。そうですね、イベントとかもやったけどね、私大変だったでしょ、なんかアルバイトの子に仕切らしてとかって。そうですね、うん、っていうのが分かったいいきっかけになったんじゃないですかね。そうですね、こんな答えでよろしかったでしょうか。普通ですね。普通でしたね。はい、俺演者として大丈夫。普通でしたね。普通ですか、うん、フライドチキンのことじゃないのとかって言ってほしかったけど。フライドチキンよく行くけどケンタッキーですかみたいな。はい、すいません、どうも。はい、じゃあ次。お、指定されました。はい、うん、じゃじゃん。去年を振り返ってどう思う。おー、まあ、さっき突っ込んでたけどね、はい、いろいろあったから。はい、まあそうですね、去年過去一緊張してプロポーズして起きていただいて結婚して子供できて素晴らしいです。あれ、左はゆうなちゃんですかこの人。の一番近くにいるんでちょっと影響を受けちゃう。終わり終わり、いや終わり。いやっていうのもあり、社長との出会いもあり、うん、俺は去年めっちゃ濃厚だったけどね。二人が喧嘩して、あーってなって、おー、じゃあスパジャポ行くとか言って、スパジャポでサウナ入って、あーとかってやってるね。いろいろありましたよ。はい、なんか。いろんなことに挑戦したんじゃないですか。そうね。去年は。小太郎もあんま変わんないな。はい。あ、これいいじゃないですか。いい質問。小太郎、答えやすいよ。はい。ファンの方はどう思ってる？いやー、大好きです。はい、以上です。いや、見た。ちょ、高助同じだわ。高助同じ、いやもう本当にいつも動画見てくれて、本当にそれで僕らは生活できてるんで、本当にありがとうございますって感じですね。ゆうなが言ってたけど同じだね。はい、いつも同じだよって同じだね。はい、この間吉祥寺行ったんですよ、お二人。なんか急にどうしたの。急に吉祥寺行った話で、今ってファンの方をどう思ってる。吉祥寺って、あ、繋がってんの。繋がってます、うん、吉祥寺行って、はい、あの自動ドアのところでって開いた瞬間にファンの方いたんですよ。すごい素敵な反応をしてくれて、それを見るだけでも僕は幸せですっていう話でした。はい、次。はい、ね、いきなり吉祥寺の自動ドア飛んじゃいました。どこの自動ドアですか、ちなみに。あそこ何のコピスのお母さんのとこのどこら辺です。のあの入り口で、あってどビーって開けました。ビービー違うよ。こうでした。画家空間です。ちなみにあの画家空間だけそういうリアクション取るのやめて。ここでやってさ、ここでこうやってね、僕らのこうやって。どうしたの。こうやってやって、そう、画角外出たから。ちょっとこうやってくるね。何これ、これ、うん、えええええやってくれて、僕らの方が気づいてくれて、え、じゃあ何、そのってなって、で、どうせえってやったの。いや、えぇーって全然やってない。どうやってやったの。動画見てる。あ、もうこれ、ってやって、え、こ、コツとゆうなちゃんだっていうのなく、いきなり動画見てくれてるって言ったの。いや、なんか喋ってたんですけど、うん、前上がってくれてたからこう聞き取れなくて。ああ、いつものじゃ撮影中みたいな感じ。あ、まあ、なんでそんなこと言うんですか。画角がいるよ、よう喋るな。で、じゃあ写真撮るの上がるんで、写真撮ってあげて。何これ。何これ、写真撮るって。こうね、うん、で撮ってあげて、はい、解散。でもすごいよね、あのこの間祭り行ったけどさ、3人でさ、おー、何年の何回写真撮ったみたいな。なんか50人写真撮り終わったら声かけられるまで帰れん待ってんとか、なんか10分くらいで多分帰れる状態になっちゃって。基本的にはね、なんかわーって言ってくれるから嬉しいよね。あったかいよ、君たちのファンは。あとアンチがいて、もアンチが俺に向いてきたからね、良くなったよね。二人の好感度があって、こいつ終わってんなっていうのは全員俺に来てくれたから。
俺の効果ってすごい効果があるんですよ。待ってくださいよ。二人がいい人に見えちゃうわけですよ。ね。俺のおかげ。はい。じゃん。ヒグマ社長チャンネルの撮影は楽しい？いやーもうめちゃめちゃ楽しませてもらってますよ。楽しませてもらってますよ。めっちゃ楽しいっすよ。なんか一問一答タイプやめてよ。こういうところがとかさ。あー。なんでそうなのかなんですよ。知りたいのっていうのはね。そうですよね。はい。楽しいものは楽しいんですよ。そう、ね、一括りにしちゃう、うん、いろんな楽しいよ。最近で一番楽しかった撮影なんですか？次行きましょうか。いや、でもね、やっぱりね、俺が言っちゃうと、ゆうながいろんなことをやってくれるじゃん、うん、その、狙わずに、うん、チーンとかでしょ。チーンとか、そう、チーンは印象的だったね。やらせ抜きで一発目にあれやったから祈りそこは出るみたいな。わざとじゃないんですよ。そうですよね。わざとじゃなくあそこにね行くのがすごいよね。すごい。しかもあそこは狙わないで投げたんでしょ。うん、そう。当たったらダメだって思ったら当たっちゃった。ちゃんとでも全然1ミリも狂いもなくバーっていったよね。うん、あれが俺だった場合どうなってたんだろう、切ない。あ、やばいやばい。ね、はい、やばいです。どうなってたんやろ、あれ。あんな赤面じゃなかったんじゃないですか。ね、もう真っ赤。で、多分俺に当たったらもっとリアクション激しかったよね、多分ね。そこ狙うみたいなと言ってたから、ああ、面白かったよね。面白かったですね、確かに。だそういうこととかさ、ドッキリで、ゴキブリをこう持ってピュッてやって、あれだって、ノー打ち合わせでやったでしょ、うん、だってめっちゃ焦ってたもんね。ゴキブリが流行ってたからさ、ゴキブリやるとね、ゆうなちゃんのお腹のこう、なんだと思って、人として疑うわとかってめっちゃ言われたよね。なんか、すいません、そう思いますけど、面白いかなと思ってやったんですけど、すいません。じゃあ次行っていいですか。はい。じゃあ最後行きます、最後の質問。じゃん。今の YouTube どう思う？今の YouTube どう思う？今の YouTuber 界だよね。はい、どうも思わないので、今後の目標を聞かせていただきます。今後の目標ですか？はい、今後の目標。一つは、カナライズを大きくすること。おー。ってことは、携わるっていう形でいいんですかね？残っちゃうからね、動画で。あとは？まあ、大きく言ったら二つで、一つはそれと、うん、まあ、あとは YouTube の100万人ですね、僕は。うん、まあ、それしかないよね。はい。あとは気まぐれで、こちらも終わります。そうね、こちゃん楽しみにしてる人も多いと思うよ。で、最近なんかインスタもなんかずっと毎日投稿頑張りますってやってるの、ちょっとな謎なんですけど、あれは。なんでやってんの？いや、やっぱ数字持ってた方が良くないですか？今さら？今さらだけど、まあ。3日坊主で終わると思ったら全然持ってるよね。もう1ヶ月ぐらい経ってる？まあ、ちょっと日付超えちゃったことは、ね。そうよね。2回くらいあったけど、まあ一応その、ほんと毎日やってますよ。ね、しかも、コメントを返してくれないっていうね。入れてんの？見てないんですか？いや、見てますよ。単純な仕方ね。OK です。はい、すごいしてくれてるなーとは思ってるんですけど。これね、俺何個上だっけ？ 17個上仕方されてますよ。やばくないですか？しかも目立つのが、その認証マークついてるじゃないですか。だから絶対に気づくんですよ。やばくないですか？何この笑い方。失礼だね。いやー、なんか、どうなんすかね。でもなんかその、僕的には、他にもコメントが数件あるじゃないですか。うんうん。その、それにも答えないとってなっちゃう。そうそう。だったら、だったらこいつ偽善しいや、みたいなね。全部答えない方が、平等なのかなと。そんぐらいね、ラフなお付き合いをしてるんですよ。皆さん。仲良しなんですよ。仕方されても、俺は影でしか、イラついてないから。影でしかね。いやー、ちゃんと読んでるは読んでるんですもんね、全部いただいたコメントは。全部読んでます、インスタは。じゃあコメントしてあげて、みんなね。そうですね。うん、お願いします。はい、じゃあ以上でそんな感じでいいですかね。はい、終わりー。はい、コタローバージョン終了です。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい。